しぶりですよ、ムチ、はい、ムチボツの。このコーナーはですね、インディー魂あふれる芸人さん、アーティストさんにお越しいただきまして、はい、大川工業すっとこどっこいと連動して、はい、お送りさせていただいております。そうです。今回は今回の芸人さんはですね、はい、ベテランのピン芸人。ベテラン。元祖二刀流です。はい、お笑い芸人をやりながら長野でリンゴ農園をやってるという。でもね、そういう人はね、大概そんな長く続かないんですよ。確かに忙しいから、うん、でもね、芸人バカなんですよ。もうお笑い大好きなやつです。もう長い付き合いなんでね、はい、ご紹介したいと思います、はい、行きましょう。マト松尾後ん前発出所です。どうも、松尾後ん前発出所です。私ですね、普段長野県でリンゴを中心に農業やってまして、今日は農家としての私の実力を今からお見せします。まずはですね、農家目線で米津玄師さんの名曲パプリカという曲を解説します。やってみよう。あの歌のサビの部分、パプリカ花が咲いたら晴れた空に種をまこうって言ってるんですけど、実際パプリカ農家は花が咲いたら摘んじゃいます。養分持ってかれちゃうから、1番か2番か3番かまで摘んじゃいます。忙しいんですよ。そんな晴れた空に種まいてて遊んでる場合じゃないんですよ。ウィリアム・テル、ねえ、確信ついちゃいましたね。どんないい曲も僕の耳はごまかせても、農家としての俺の耳はごまかせませんから。続きまして、農家目線で山崎まさよしさんの名曲セロリという曲を解説します。やってみよう。頑張ってみるよ、できるだけ頑張ってみるよ、おなじみセロリなんですが、そもそもセロリという作物は連作障害といって、同じ畑の同じ場所で作物を育ててると生育不良を起こすという、ね、そういう障害があります。皆さん、セロリという曲、山崎正義さんが歌ったとスマップさんカバーしてますよね。同じ人が歌わない、これは連作障害防止で非常にいいでしょう。スティーブ・ジョブス、ねえ、それに一口かじったような解説をで、ね、失礼しました。次がものすごい面白いですからね、いきましょう。農家目線でさらに名探偵のように、大塚愛さんの名曲さくらんぼという曲を解説します。やってみよう。いいですか皆さん、まずは曲の歌詞を頭から紐解いてみましょう。手帳開いてもう2年経つなって、なんだか実感するね、照れたりするね、そういやひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、中身がいっぱい詰まった甘い甘いものです、イエイ。はい、ここ中身がいっぱい詰まった甘い甘いものです、イエイ。この特徴を持ったさくらんぼの品種は佐藤錦と紅秀峰です。実際私も佐藤錦と紅秀峰を食べた時にイエイって言ったことあります。そしてこの紅秀峰、こちらの品種比較的新しい品種です。このさくらんぼという曲がリリースされたのは2003年、紅秀峰はこの時にまだ品種改良されておらず世に出てません。ということはこの大塚愛さんのさくらんぼ、佐藤錦のことを歌ってます。とまあここまでが皆さんの推理ですよね。果たして本当にそうなんでしょうか。実際問題、長野県試験場の調査により、佐藤錦の平均糖度26、紅秀峰の平均糖度28、佐藤錦より紅秀峰の甘いんです。中身がいっぱい詰まってるの方も紅秀峰の方なんです。実はこの歌の鍵を握る犯人、サビの部分に隠されてます。歌ってみましょう。もう一回笑顔咲く二人、抱き合ってたい、もし遠い未来を予想するのなら愛してる。大塚愛さんは2003年の段階で遠い未来に佐藤錦より甘くなる品種が登場するのを予想してたんじゃないでしょうか。だってもう一回っつってもう一回も言ってるんだもん。大事なことだから2回言ってんだもん。ということで皆さん、
あの大塚愛さんのさくらんぼは紅秀峰のことを歌ってます。ニュートン発見しましたね。名曲の真実、おしまいです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。なんかいっぱい小道具出すね、はい、今日は小道具の方が楽しいことが分かったんですよはい、というわけで改めまして本日のゲストは松尾アトム前派出所さんです。よろしくお願いします。よくぞよくさご無沙汰、ご無沙汰だろう。いやいや、はい、暑い中ね。そうですよ、3年半ぶり、3年半ぶり、3年半ぶり、2度目、2度目、ここやけどそんな強くないじゃないですか、3年半ぶり。まあまあまあ、でも常連校でもあるよね、はい、そうですね、まあ、確かに常連、常連ですよ、常連ですね、はい、常連ね、3年前なので、はいはいはい、覚えてらっしゃる方も、まあ、いらっしゃると思うんですけど、いや多分ね初めて見る方もいっぱいいると思います、うん、改めてちょっとご紹介させていただきますと、はい、松尾アトム前派出所さん、はい、名前かな、ちょっとね、はい、言いづらくて申し訳ない、はい、もう松尾でいいよ、松尾で、松尾でいいですよ、あとはもういらないな、滑舌が悪いにもかかわらず、そういうね、言いづらい名前つける、言いづらい名前つけるから、もう自分で言えないの、芸名を、そうなんだよ、向かい風好きなんですよ、俺向かい風好きなんで、そういう松尾でいいよ、もう松尾で、はい、で、はい、タイタンに所属されるピン芸人さんで、はい、長野県出身、今もう長野に住んでらっしゃる46歳、おあおじさんだ、本格派のおじさんだ、本格派のおじさん、いやでも偉いよね、タイタンのね、爆笑問題の事務所で、なかなか入れませんからね、タイタン、頑張ってる、頑張ってる。社会派ですね。2009年にデビューをされた後、独創的なネタと滑舌の悪さで多方面で活躍されています。本当悪いわね、うん、水島新司先生の野球漫画の雑誌が使って、2022年に開催された野球ネタ限定のコンテスト、たまわんグランプリで優勝をされた実績などもございます。これは面白いよね。CD で優勝しましたね、うん、はい、アニメのネタ面白い、はい、一方年間を育てる農家という他を持たれてらっしゃる。1000万、うん、はい、そんな作ってんの。分かりやすく言うとキティちゃん333万匹分です。分かんない、キティちゃんの体重リンゴ3個分なんで、はい、ああそうなの、リンゴ3個分なの、はい、はい、で、はい、まあ、その本日も長野県から、はい、あ、ありがとうございます、駆けつけてくださった、ご苦労様でございます、はい、あのやあバスかなんかで、高速バスやってました、高速バス、はい、どれくらいですか、大変だよな、3時間半ですね。そんな遠くないですよ、うん、はい、まあ、長野って言っても不便なところも長野なんですよ新幹線が走ってない方の長野なんですよ。あ、そっか、本当の本当の田舎っすね、うんうん、バスでしか行けない公園だからね、はい、それは、うん、長野ということをね、うん、打ち出してらっしゃいますけれども、はい、長野朝日放送、はいはい、藤森慎吾の信州観光協会に3回ほど出演されていると、はい、そういうなんか番組があるんだ、番組あって、あの長野朝日放送さんっていう、まあ朝日放送系の中野現場があるんですけど、はいはいはい、その慎吾君の番組の前に、うん、前略土の上よりっていう1年間僕の番組があったんですよ、そうなの、はい、前略土の上、土の上から番組だって僕は考えたんですよ、すごい、はい、ね、4回しか放送しなかったんですけど、年に年に4回僕の番組って4回しかやんないのかよ、30分 僕しか出てこないですから、あのドキュメント番組、これが、うん、なんと視聴率1位ですよ、長野朝日放送で、あ、そうなの、朝日系だから、うん、その『徹子の部屋』より、うん、松尾の畑の方が見られてるんですよ、長野県では、その勢いで藤森慎吾さんの、うん、こちらも信州観光協会って人気番組なんですけど、うん、4回ですね、4回で4回で呼ばれて、はい、うん、今やもうその長野県内では、うん、僕は信州お笑い四天王って言われてますよ、誰がいいんだよ他に、まずそのチャライの、あ、でも藤森の、長野出身の、長野出身です、はい、うん、手相の島田秀平、おー、あー、島田秀平、はい、ダンボールの盲中学生、あ、盲中、はい、すごいじゃん、四強に入ってる、はい、冗談の松尾ですよもう冗談の松尾、この陣構えで今長野県のお笑い界はあの、やっては四天王の人としてやってますから、あれも入れてくれ、俺込みも長野なんだよ、俺込みはちょっとまだ甘いですね、甘いか、はい、もうちょっと教育しますよ、はい、次世代の四天王、次世代でまだ若いからね、はい、ポスト四天王ですね、はい、いやでももうローカルタレント
長野のローカルタレントとしてはもう抜群な、まあ、そうだよね、番組なんか持ってたってことはそういうことだよね、うん、え、松尾農園がスポンサーになってる番組じゃないのそれ。違う違う違う、ちゃんと長野県の番組です。長野県の番組、ね、自分でお金出して自分で番組持つっていう方法も、はい、ね、地方では、はい、技ができるあるあるね、うん、いやこれ反響すごいですよこの番組。お、俺人間がだらしないじゃないですか、うん、その靴を脱いだ時に、うん、靴下が両方違う靴下で、うん、すげえ穴が開いてて、うん、マツオってヤバいやつだけどあったんですよ中野家の、うんうんうん、そしたら、うん、父の日に、うん、生き別れの娘が大量に靴下を送ってくれましたね。恥ずかしいからやめてくださいっつって手紙も添えて、そのぐらい影響力のある親子愛を。生き別れの、いや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 、前の奥さんね、前の奥さんの子供、はい、結婚に対してますから。長野に住んでるわけ。長野に住んでるんですよ。あ、そうなんだ、はい。おお、じゃあ見れるわけね、その番組が。ちなみに前の奥さんはすっとこで結婚してますからね。え、すっとこどっこい、まあ、100円すっとこっていうのお客さんだったから、前の奥さんが。お客さんです、うん、そこで仲良くなってね、仲良くなって結婚して、結婚して、そして生まれた子供なんですよ、うん、すっとこの子供なんです。すっとこの子ですね。すっとこの子なんですよ。その子から靴下を送ってもらった、送ってもらったという。ありがたいね。2回目の結婚もあれですからね、あの僕、うん、あれはすっとこの大晦日スペシャルの後に結婚してますから。そう、俺の結婚全部すっとこ絡み、すっとこ、お笑いライブ絡みですね。じゃあもう責任取ってもらわないとね、はい、何知らないよ、知らないよ、離婚するんだ。すっとこの恋の恋はあの本当の恋って書いて表現してますから、そういうやつです。はい、そうですよね。そう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 いうことだ。でもね、なんかもっともっと有名になっていただいた長野の番組、寺田さん呼んでいただいた。そうだよ、前でも前も言ったような気がするんだよね。ありがとうございます。ね、バレギュラー持ったら俺を呼んでくれと。そうだよ、はい、頼むよ。俺結構スロースターターなんで、あと10年待って。俺の人生が終わるんだよ、もう。あと10年もうすぐ迎えが来てんだよ、おふくろが来てんだよ、俺のとこに。もう、あと10年待ってくれれば。あの家は家に雷が落ちてくる家が。そうなんだよ、油紙一重なんだからよ、俺のかすったんだから、耳を。耳を、ごめん。トランプさん。打ち抜かれたんだからよ、雷が。かすったんだから。じゃあ、あとなんとか、もうちょっとしたら、俺はゴミじゃないの、バーターで呼びますんで。バーターってなんだよ。いいよ、俺とゴミ、俺のゴミ、俺はゴミじゃない、俺のゴミじゃないと一緒でもいいよ。はい、ぜひ、はい、一緒でいいですから。一緒やりたいですね。はい、はい、呼んでください。あと何か最近、はい、落語教室に通ってらっしゃる。落語やってんの。落語やってたって、言ったことないですけど、うん、俺立川談志師匠とツレションしたことありますからね、人生の中で。え、どこで。20代の時に、うん、落語見に行ったんですよ、男子さんの、うんうんうん、でも他にもいっぱい出るんですけど、うん、雷ゴロゴロ会館っていう、また雷が、はい、はい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 、わかります。そこのトイレでおしっこしてたら、普通に大師匠が客のお客さんが使うトイレに来て、俺の横でおしっこして、おおと思って、そういう経験を持ってたほど。なんなん、偶然じゃねえかよ。でも、ツレションっていう。どっか一緒に飲んで、いやいやいや、ツレションしたのかと思ったよ。喋ったことないさ、ちょっとツレションするかみたいな感じで。ツレション挨拶しなかったのか、ちゃんと。いや、もうオーラがすごくて。まあ確かに、恐れ多いよね。はい。大師匠はちょっと喋れないわ。だってまだスコーンとか出る前ですから。うん、はい、まあ。まだね。そうなんですよ。うん、これで、うん、落語が結構田舎、うん、っていうか僕の地域は、うん、結構その人気なんですよ。うん、で小学校に落語クラブってあるんですよ。うん、で小学生4人ぐらい所属してる落語クラブがあって、うん、あって、そこの師範代を頼まれてるんですよ、俺。え、お前教えんの？はい、子供たちに頼まれてるって、俺勝手にやるって言うんですけど。いつもそのパターンだよな。そのパターン、はい、そのパターン。何でもそう、はい、全部もう100円しとこのゼネラルチューマネージャーも、はい、そうでしょ。寺さん自給自足ですよ。自給自足でやってるんで俺。なんか、ね、呼ばれたように舞台に出てくるの、はい、100円しとこの司会の、はい、司会者のように。一言も頼んでないよ。誰も頼んでないよ、はい、誰一人頼んでないで勝手に舞台上がってんだよ、はい、自分から、はい、舞台出てくるんだよ。勝手にゼネラルマネージャーって名乗って100円すっとこう取り仕切ってるんです俺、はい、何の許可もねえのに。今度はその小学校の落語の師範代をやるっつってるんで、さすがに落語できないと師範代できないじゃないですか。まあ、そうだよ。これでちょうどその寄席で知り合った、うん、本当それこそ男子師匠の孫弟子の立川佐平次さんって方と仲良くなったんで、落語1個教えてくださいよっつって、おうおうおう、落語教室やってるからそこ来たらっつって1個覚えましたんで。あ、そうなんだ、はい、落語もちゃんと覚えて。じゃあもう落語家に転身しようかな。いやー、落語は転身ですね。え、何ができるの。なんか元犬っていう。元犬、はあ、犬が人間になっちゃったっていう。あ、そう、はい、はい、ちょっと結構コミカルな話なんですけ ど、 なるほど。8月に発表会があるんで、発表したらもうちょっと自分のライブとかでもやっていいっていうんで。
どっかでまた披露したいと思いますけど。そうなんだ。だからその落語好きのなんかも素人の方みたいな、はい、ワイパー紙芝居仕切ってるような素人の人と混じってこのとこで大丈夫かよ、はい、言って大丈夫ですよ、大丈夫って、あの実力、本当の芸人にどれだけ表現力が違うのかって見せつけてますから、はい、新しいこの風を今吹かしてますから俺が、はい、本当素人には強いよな。素人は強いですよ。プロの前でお嬢でねビビってるけど、はい、本当に素人の前でもあのなんか小学校の頃に、うん、大御所気分だもんな。6年生の子が1年生とか2年生のサッカーに混じるとかってじゃないですか、うんうん、そういうやつです俺。ああそういう感じな。もっと違う、高校生が小学生に混じってなんかやるって感じだよ。もういろいろそういう方にも手を出してますね。とにかく下には強いんだよ。下には強い、後輩には強い、後輩には強い、いいのか悪いのかよく、はい、あと売れてない芸人も強い、強い、売れてなくて後輩はもう、はい、ものすごい強い。だからすっとこの楽屋とかも強いですよ。強い、一、はい、人でずっと喋ってるの楽屋で、はい、みんなちゃんと聞いてくれてるんですか。いや無視してますよ。だって本番前なんて緊張してんじゃない、はい、また喋りたくもないわけだよ、ずっと喋ってる一人で、はい、作業 BGM としてみんな聞いてますよ。